えー、皆様、こんばんはん。令和6年3月19日火曜日のボギー大佐の言いたい放題。まあ、本日は、えー、高級日の前の日ということでございまして。 まあ、いわゆる、え、週末と同じ日に、え、来ていただきまして、誠にありがとうございます。まあ、南の島沖縄、今日はもうずっと雨が降ったり止んだりということでございまして、まあ、私ね、あの、久方ぶりに車にワックスかけてよかったのか、それともそのおかげで天気が悪かったのかという感じで、また悩む一日でございました。 さて、えー、ね、昨日はちょっと非常に怪しい生臭いお話をしたんですけど、今日もですね、本当に香ばしいというか焦げ臭いお話をね、やっていきたいと思います。まあ、現在2024年。はい、2024年なんですけど、4年前。まあ、つまりコロナが思いっきり流行ってる頃ですかね。 はい。その頃の話をね、今日はちょっとやってみたいと思います。その前に、はい。本日もお忙しい中、ハチさんの方からまず、三口ニラ、こんばんはんこ。えー、それから、モンドさんから連発で、ニラ、エンドニラ。はい。モンドさん、いつも応援ありがとうございます。江戸前あさり小僧さん、塩サバさんからも連続で、ニラ、エンドニラ。 塩サバさんからはニラの2つ届いております。今夜もよろしくお願いいたします。それから、肉球さん。はい、えー、今夜もいろいろお話しさせていただきますよ。はい、ということで、えー、今を遡る4年前、2020年のお話をね、今日はやってみたいと思います。カータンさん、島らっきょうスムージーありがとうございます。 日給さんからもニラでございます。今日はね、秘書さん、私のそばでね、えー、横になってるんで、今日は静かです。ゲージに入れてるとね、なんで私ほったらかすのよっていう感じでワンワンするんですけど、そばで座らしておくと意外と静かなんですよね。はい、えー、森の都さん、今夜もよろしくお願いいたします。さて、2020年、皆さんは何があったんですかね。実はですね、 2020年と言いますと、沖縄である集会がねえ、開催をされていました。これ実は2020年に、これ何だと思いますかいやーさ、自主時代をね、切り開く、キム・ジョーン委員長の誕生を祝賀してということって、<laughs> チュチェ思想セミナー沖縄で開催っていうのがあったんです。 ですよね、まああの頃ただでさんなかなか集会なんかもできない頃にこんな集会を開いていたということでございましてあっコシさんどうも今夜もクラッカー連発でありがとうございますさてわざわざ北朝鮮の連中がね沖縄で集会開くなんて一体何をねやりたかったのかということなんですけどまずねこの キム・ジョーン著作研究会顧問なんていうのがあるらしいですね。はい。神戸市外国語大学名誉教授。神戸市外国語大学名誉教授。はい。いえ、正さ氏がということで挨拶をしたということなんですよね。この教授、こう言ってます。人々の自主性を 擁護しと嘘こけと嘘北朝鮮のどこがね、人々の自主性を擁護してるんですか逆じゃないですか、あの国っていうのは人々の自,自主性なんてこれっぽっちも尊重されてないんですけどね。はい。自主的で平和な社会。ミサイルをね、バンバン打ち上げるのが自主的で平和な社会なのかなと思うんですけど まあそういった社会を実現するには集団主義思想であるチュチェ思想が大切になっているっていうことでございましてそうですか皆さんチュチェ思想日本に必要なんですかねまあ日本の自主平和のための戦いを共に力強く推し進めていきたいと戦いだそうですよ いやあ、これ日本国内で何か武装放棄でもするのかなっていう非常に不穏当な、そんな感じがしますよね。はい。さて、そんな中で、実は、ここにね、参加していたのが、なんといつも帽子をかぶっている、私と似たような感じで帽子かぶっている参議院議員の宝哲美さん。 この方が来賓として来ていたということでございましてね。なんとなんと、はい、中継思想北朝鮮のセミナーに、ね、それも、キム・ジョーン、あの、はい、レッドリボン軍の親分みたいな、あの方の誕生祝いに、沖縄の国会議員が参加をして、ね、祝辞を述べたということでございましてね。はい 私は国会で沖縄と憲法の問題を取り上げ、誰もが事実を知り国民のための政治が行われることが大切だと主張していますと。北朝鮮でね、国民のための政治やってるって皆さん見えますか私全然そういうふうに見えないんですよね。な日本だけでなく世界的な平和の実現なんて言ってますけど、 北朝鮮が平和の実現を一生懸命考えているように見えるのかな、まあ、ちなみに、沖縄の新聞は、こういった北朝鮮を賛美する、えー、集会が沖縄でお金、あの、開催されてるっていうことは、間違いなくキャッチはしてるはずですけど、えー、記事にすることは一切ございません。まあ、統一教会のだったら喜んでね、これ報道するとは思う。 ですけどねいやーしかしこのようにね本当に何をやってるんだかというふうに私思ったりもしますそしてその後のねなんと懇親会はい懇親会がねあのまた行われたということなんですけどえー、これチュチェ思想新春セミナーに続いて新春祝賀パーティーということでございましてなんとパーティーまで 開いていいいてたたととうことでまさにやりたい放題はい、そしてそこに、ね、そこでの写真が、えー、こういった写真なんですけど、まあ、奈良市内のある場所をね、貸し切って、まあそこでね、パーティーを開いたと。で、そこで、はい、そこでですね、なんと、糸満のね、市議会議員が今度は登場しました。はい、糸満市議会議員の 玉木哲郎氏が次のように挨拶をしたと。まあ、当時安倍政権。安倍政権は沖縄の民意を無視しています。リーダーたる者は実際に現場に行き沖縄県民の話を一人一人聞くべきだと感じました。私も自主の思想。一人一人が自主的に考えて行動する姿に学んでいこうと思っています。ということで自主の思想。 そうですね。主体性思想、いわゆる父思想に、私はどっぷりつま、あの、使ってますよっていうことを宣言したんですよ。この玉木哲郎くん。さて、この玉木哲郎くん、どんな方かというと、最近、これ、糸満市内にね、張り出されている横断幕なんですけど、いやー、これ皆さん、すごいじゃないですか。 このデニーと並んで映っているこの若者が、えー、玉城哲郎くんでございますよ。はい。そして先ほど、えー、中世思想のね、あの、キム・ジョウンのね、讃えるパーティーに出て食事を述べていた、宝哲美さんが右から2番目、や、え、ら、ー、ともひろ、やらかす、やらさんの横に映っているということでございまして、 いやーこれ沖縄のね、オール沖縄のね、勢力の裏にもしかして北朝鮮がいるのかななんてね、私思ってしまうんですよね。さて、これだけでは止まりません。はい。えー、これは昨年2023年。2023年ですよ、皆さん。さて、2023年に、 何があったかというと、今度はですね。はい。えー、11月。もうつい最近ですよ。これ、朝鮮新報の方から。統一支持。全国沖縄集会。沖縄県内外からアピールということでございましてね。またまたこの金正恩万世の集会を 沖縄で開いたって言うんですよ。これがね、その時の会場の写真。はい。えー、また非公開にされる前にね、あの、ちゃんと撮ってあるんですけど、これを見てね、私非常に驚きました。何が驚いたかというと、あの、最前列っていうのは大体ね、来品が座ります。最前列は。つまり、 沖縄の、そういったチュチェ思想をですね、まあ、推し進めるための、まあ、賛同人の中で、まあ、かなりね、あの、位の高い人たちが、前に座ると思って間違いはありません。しかしね、これ、写真を拡大して驚いたのが、これですよ、まず。はい、えー、マスクで顔を隠していますけど、 これ、えー、社大党のね、前参議院議員の伊藤和恵子先生ではございませんか伊藤和先生。ね。平和、平和と言いながらミサイルをね、ぶっ放す北朝鮮の金正恩さんを称える集会に出て手をパチパチ、パチパチ,パチ叩いています。 そしてその後ろにいる方、まあ不鮮明なんですけど、見た感じ、あの、沖縄でね、遺骨収集ボランティアをしている、あの方にそっくりなんですよね。どうですか皆さん。遺骨収集してるあのボランティアの方に。よく似てるような、そんな気がいたします。雰囲気そのまんま。 そしてね、これだけじゃないんですよ。今度、別の方向のね、写真を、また拡大をね、してみたいと思います。はい、えー、これね、反対側の拡大をした写真なんですけど、この真ん中に写っているのは、前、えー、ね、南城市長だった、ズケランチョビンさん。はい、えー、確か民主党でね、国会議員もやってたと思いますけど、 と、えー、このズケランチョービンさん、今や鳩山さんのねシンクタンクの所長さんをやってるらしいんですけど、この方もちょっとおかしい方ですね。はい。そしてその横に映っているのがあの帽子特徴的ですね。はい帽子をねもう見るとこれがまたタカラテツミさん。 いや、すごいですね。沖縄の、いわゆる、ね、平和平和と言ってる人たちが眼首揃えているわけですよ。それと、このね、ズケラン長瓶さんの後ろの、えー、後ろの席に、ね、手を叩いているのは、あの、なんとなくですよ。ハンスト王子にそっくりではございませんか、皆さん。ハンスト王子。 ハンスト王子。よーく似てませんかどうですハンスト王子って言うと皆さんご存知だと思いますけどね。まあ、沖縄では結構ハンスト王子って言うと笑い者になっているんですけど、あの若者ですよ。まあ根は悪いやつじゃないんですけど、ちょっちね、うん、方向性がおかしいかなっていうふうに思ったりするんですけど、 どうですかカータンさん。ハンスト王子にそっくりだと思わないですか髪型といい顔つきといいね。はい。よーく似ていると思います。はい。ということはさっきの写真にね、ちょっと戻ってみたいと思いますけど、先ほどのね、これ糸満市内に払えてるインチキ、まあ違法横断幕なんですけど、なんとね、この 映ってる人たちの中で、チュチェ思想。はい。チュチェ思想のね、キム・ジョーンをね、賛美する集会に参加しているのが、まずデニーの横のこの、鉄郎。はい。鉄郎ですね。それから、糸数恵子さん。糸数恵子さん。そして、宝哲美さん。いやー、これ皆さんすごいんじゃないですか こうやってね、いかにもなんか平和をね、訴えるような人たちの中に、三名もですね。三名もですよ。なんと、ね、金正恩を賛美するような人たちが入っちゃってるわけなんですよ。これってね、正直言って、あの、統一教会問題よりさらにこれはね、余意識問題だと思うんですけど、沖縄のメディアって不思議なことに、 こういったことは一切触れずにシーンとしております。私はね、統一の問題っていうのはあれ、問題っていうのは確かにね、犯罪まがいのことをしたことは確かに問題ではあるんだけど、宗教というのは日本はね、これ信教の自由があるんで、こういう特定のね、宗教だけを魔女狩りのようにね、散々に 叩くっていうのはちょっと違和感しかなかったんですよ。正直言ってね。はい。だったら他にも宗教団体いっぱいあるしね、日本のね、与党側にいる政党なんかも宗教団体バックにいますけど、一切触らないですよね。はい。だからやっぱりこれは安倍さんのね、まあ、暗殺とも繋がっているし、あと、 まあ、安倍派、安倍派と言ってね、まあ、この安倍さんのね、ところで一生懸命頑張っていた政治家たちの今、政治生命を奪おうと、ね、一生懸命なってるのを見ると、この暗殺から今の流れっていうのは全て一つになんかね、繋がってるような、そんな感じがするんですけど、まあ正直言って、統一教会より、私はこの北朝鮮の注世思想の 団体の方がさらにこれは危険ではないのかっていうふうに思いますけど、皆さんどうですかこれ非常にね、おかしい。はい。どちらがね、危険性が高いのか、どちらが平和の敵なのかっていうのを考えると一目瞭然じゃないですか。だって、昨日だってね、 北朝鮮ミサイル日本海に向けてぶっ放してますけど、沖縄の平和団体何にも言わないですよ。はい。そして去年このようにね、あの、沖縄でチュチェシソーの集会が開かれて、ね、キム・ジョーマン万世なんてやっているのに、まあ、そこに、こういった糸数恵子先生、それからら哲美さん、そして今回このね、鉄郎、 はい。こんな連中がね、北朝鮮賛美してるんですよ。普通だったらこれ報道したらね、選挙なんか絶対通りませんよ、これ。なのにね、沖縄、西、沖縄のメディア、一切それをね、報道せずに、ま、だんまりをしているっていうのは、これはすごいことだと思います。やっぱりね、こういったのを見ると、 えー、私はね、あのー、水曜チュラチュラ作戦さんが、地上波を使ってやっぱり発信するっていうのは大事なことだなっていうふうに思うわけなんですよね。まあ本当に星の数ほどラジオ番組があります。でもね、我々ほどズバッという番組は多分ないんですよ。どこのメディアもこういったことは一切取り上げようとはしません。でもね、ラジオで、 北朝鮮の金正恩をね、まあ、賛美し、その誕生日を祝うような集会に沖縄の国会議員がね、現職の国会議員が参加して祝辞述べてますよと。それは高田哲美さんですと。それと、元国会議員の糸数恵子さんもそこに参加をしています。そしてなんと元南城市長の ズケラン・チョビンさんもそこに参加して手を叩いていますと。そして、恐ろしいことに、4年前から、こういった集会に参加して、スピーチまでしている、糸満の市議、今度、県議会議員選挙に、ね、挑戦しようとしている、ね、この男が、なんと、彼も参加をしていたと。 北朝鮮を賛美しながらよくも平和とかね、あの、基地のない沖縄とか言えるな、なんてね、言えますねっていうことをね、また地上派でガッツンとやるつもりですよ。はい。いやー、しかし本当にね、すごいことですよ。塩サバさん、西が知らないわけはない。本当に知らないわけないと思いますよ。 本当にね、あの、潮沢さん、県民はそろそろ目覚まさないとっていうふうに思いますけど、やっぱりね、これ沖縄のメディアっていうのは、北朝鮮や中国と一緒ですよ。ある特定の人たちにとって都合の悪いことは、ね、知らせない、なかったことにしてしまいますからね。これね、沖縄の新聞で大きく取り上げて、ね、北朝鮮、ミサイルをね、 うったり、核開発をしている国の、えー、ドンであるね、金正恩を賛美する集会に、なんと、現職の国会議員、宝哲美が参加していたって言ったら、これ大スキャンダルですよ、これ。そして、今度の県議会議員選挙に出馬予定の、ね、哲郎も、祝辞を述べていたと。これ、沖縄県民が知ったらどう思います なんだこいつら平和なんていう資格これっぽっちもねえじゃないかっていうことでね、目覚めると思いますけど、一切報道しないわけなんですよね。いやー、こんな中でね、本当にネットだけでやっぱり力不足だと思います。だからこそ地道にね、あの、地上波を使って、このような事実をどん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 やっぱり上げていく。しかし皆さんこれ、 怖いでしょこの写真の中で北朝鮮のね、チュチェ思想にどっぷり使ってキム・ジョーンをね、賛美して崇めてるやつが3名もいるんですよ。3名も。いや、他の連中ももしかしたら参加してるかもしれませんけどね。もう、こちらで裏取れてるのは、この鉄郎、そして糸数稽子そして宝鉄美。 こんな連中が言う平和って一体どんな平和なんですか北朝鮮のね、核はいい核で、米軍の核はダメな核、北朝鮮のミサイルは素晴らしいミサイルで、米軍や自衛隊のミサイルは戦争につながるミサイル。そんな感じなんですかね。いや、私こういった人たちとね、討論会に出たら、 あなた方は何年のね、そういった、えー、知知思想の集会に出ていますけど、あなた方は、北朝鮮の金正恩崇めてるんですかと。いうふうにズバッとね、見てる人たちの前で聞いたりしますけどね。いやー、こんなこと言ってたら余計私招かれなくなっちゃうかななんて思っていますけど、いやー、しかし本当にこういったことがね、 まかり通る沖縄。なぜか沖縄でこういった集会ばっかり開くんですよ。っていうことは、やはりこういった北朝鮮の勢力にとって、沖縄は草刈り場になっている。もしくはその沖縄を足がかりにえ、勢力を伸ばそうとしているのかなというふうに私はやっぱり思っています。まあでもこういったのはね、公安調査庁も把握してると思いますんで、こういったのはどんどんやっぱりね、私、 公開してもいいんじゃないのかっていうふうに思うんですけどね。調査をしてね、ただ、えー、持ってるだけじゃなくて、わざとリークしてね、こういったのをね発表するっていうのもいいと私は思うんですけど、ね、<laughs> いやそばで騒いでます。なぜかと言いますと、外で猫が鳴いてます。 静かにしなさい、君は。<laughs> 怒るな、猫の声ぐらいで。<laughs> まあ、生放送ですんで。<laughs> こういうね、ちょっと、イレギュラーもありますけど。<laughs> いや、秘書さん、猫の声で <laughs>、エキサイトしております。<laughs> はい、今ちょっとごめんなさいという感じで、また、ひっくり返ってますけどね。 いやー、本当にね、この吠えてるところをお見せしたいぐらいなんですけど、まあ、最近のツイキャスね、カメラに切り替えたり、フリップに切り替えたり、ちょっとできないのかなうん。今度試しにやってみようかなと思ってますけど。まあ、そんな感じで、ね、報道されない不都合な事実、え、驚愕、北朝鮮、キム・ジョーンを賛美する、え、沖縄の国会議員、そして、 えー、県議会議員選挙に出馬予定の候補者ということでお送りさせていただきました。ということで、えー、本日の放送、まあ、これにて終了します。えー、なお、YouTube チャンネルボギーの運営さんの方から、えー、今日ですね、毎日プレミア公開。えー、はい、えー。19時半から特番ということでやってますんで、皆さんぜひまた、えー、再生していただいてですね、 あの、ご協力のほどよろしくお願いしたいと思っております。秘書さん耳立ててね、もう、お前、ちょっとお前、お前、だ、誰かお前は、うるさい。はい、今ちょっと頭をペンペンしてるところでございまして。はい、またね、今日はちょっと天気悪くて、恒例の溶ける犬はお見せできませんが、また晴れたらお見せしたいと思っております。では、 皆様明日また同じ時間にお会いしたいと思います今夜もご視聴誠にありがとうございました